南部ヘルソン州ではウクライナ軍による反転攻勢が強まっているよね。2022年10月19日、一方的に併合を宣言したロシアが任命した親ロシア派の州政府当局が、ヘルソン市内からドニプロ川ドニエプル川を渡って東岸に退避を始めたことを発表したな。民間人が犠牲になるのは、ウクライナ側も避けたいだろうしね。そうだね。さて今回は、ヘルソン州でロシアが任命した親ロシア派当局がヘルソン市を脱出したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア政府がヘルソン州知事として任命したサリド氏はロシア国営テレビのインタビューに対して、当局の機能も含めて全体がドニプロ川の東岸に移動を開始していると伝えたもので、親ロシア派当局からもヘルソン市において、ドニプロ川東岸へ住民の計画移送を開始したとのメッセージを SNS に投稿していて、ロシアのテレビ局ロシア24では、ドニプロ川を渡るためのフェリーを並んで待っている人々の映像を放送していたよ。サリド氏は今回の当局や住民の避難は予防的な措置であり、ウクライナ軍にヘルソン市を明け渡すものではなく、死ぬまで戦うとして戦闘が激化することが予想されるヘルソン市内に市民が泊まるのは危険であって、住民にとって良くないとしているな。避難を始めた住民の数が不明とされているが、サリド氏によればヘルソン州の住民の最大4割は、戦闘を避けるためにドニプロ川を渡って移動するとされていて、ヘルソン市民だけでも約5万人を避難させるとして当局が発表していたんだって。ウクライナ軍では、9月以降ヘルソン州内でロシア軍に占領されていた集落を複数奪還して解放していることから兵士の士気が高まっており、冬が訪れるまでにヘルソン市の奪還を目指しているとされているらしい。ヘルソン州をめぐっては、ウクライナ軍が東部に続き反攻作戦を本格化させていこう。ウクライナ当局によると、10月6日までに29の集落を奪還して、9日時点で約1200平方キロメートルの領土を解放したとされているみたいだよ。また、AFP がヘルソン州に展開しているウクライナ軍部隊で取材をしたレポートによれば、ロシア軍の士気は低く、兵器や装備、弾薬に食料などの軍需物資のみならず、果ては下着や枕までも置き去りにして逃げ去っているとして、ロシア側が発表しているように組織的に撤退をしているとは思えないとウクライナ兵士たちが語ったとしているな。さらにウクライナメディアが伝えているところによると、南部ムイコラーユ州のキム知事が、ロシアが部分的動員令によって動員した招集兵がすでに南部戦線に配備され、その多数がウクライナ軍への投降を望んでいるとされているのだが、それら招集兵の脱走や降伏を防ぐ特戦部隊の監視下で戦闘を強制されており、満足な戦闘訓練を受けずに最前線に配属となった招集兵に多数の死傷者が出ているというんだって。南部戦線の路軍の招集兵について、キム氏によれば中には果敢に戦う者もいるにはいるけど、その多くは死を恐れていて、投降を考えていると指摘されていて、ウクライナ軍の発表では10月10日時点で、南部におけるロシア軍の招集兵は520人以上が戦死したとされているよ。ウクライナ側のヘルソン州政府当局者として、セルヒー・フラニ副知事が19日に、同州の親ロシア派当局が発表した州都ヘルソンからの市民退避は強制移住に等しいと非難したらしい。フラニ副知事は記者会見において、ヘルソンの親ロシア派当局が発表した住民の退避は、強制移住に等しいと考えているとした上で、その目的はヘルソンに一種の混乱を生じさせて、ロシアがウクライナ人住民を守っているとのプロパガンダを促進するイメージを作り出すことにある指摘して糾弾したとなっているよ。そしてフラニ副知事はさらに、ヘルソン州から強制移住させられる住民は、同州に接していてロシアが2014年にウクライナから一方的に併合したクリミア半島で落ち着くのではなく、その移送先はクリミア半島からケルチ海峡を越えて、ロシア南部のクラスノダール地方になるであろうと指摘して、ロシアは旧ソ連時代と同じ、少数異民族などに実施した強制移住を、今度はウクライナ人に対して実施していると主張したらしいな。この移住についてロシアの国営通信各社が19日に報じたところによると、ロシア安全保障会議のニコライ・パトルシェフ書記が、ロシアが併合を宣言したウクライナ東部と南部の4州からは、これまでに約500万人がロシアに避難したとしていて、ロシアはこれらの州で安全が確保され次第、住民の帰還を支援する意向だと述べているよ。しかしウクライナ側は、ロシアは侵略を開始した当初から占領した地域のウクライナ国民を子供も含めて強制的に移送しており、中には遠く離れた極東のシベリア方面に送られたウクライナ人もいるとして、ロシアの非人道的な強制連行について非難しているぜ。また、ウクライナのゼレンスキー大統領は、ヘルソン州での戦線においてロシア軍の戦力が不足していることで、部分動員令で徴兵された新兵がすでに配備されていることについて触れ、ロシア軍がドネツク州やルハンシク州で行ったように、
現地に残るウクライナ国民を強制的に徴兵して戦わせるだろうとして、ヘルソン州の親ロシア派ではないウクライナ国民に対して、できる限り徴兵から逃れてほしいと、可能であればウクライナが奪還した地域への退避を呼びかけているみたい。もし退避することができず徴兵されて軍に組み込まれてしまった場合は、どうなるの？武器を置いてロシア軍の特戦部隊の目を盗んで逃れ、ウクライナ軍の拠点に投降してほしいと語っているよ。兵力が不足していることが伝えられているロシア軍が、徴兵したウクライナ人兵士に満足に兵器を持たせず前線に立たせ、それを盾としてその隙に自分たちが退却することは、これまでのロシア軍の所領を見る限り十分にあり得ると見られているぜ。また、ヘルソン州と同じくロシアに一方的に併合された隣のザポリージャ州は、ロシア軍に占拠されているウクライナ最大のザポリージャ原子力発電所があり、ウクライナ軍が奪還を急いでいる地域であるけど、ザポリージャ原発を管理しているウクライナの国営原子力企業エネルゴアトムが10月20日に、原発があるエネルホダル市からロシア軍が退却している兆候があるとして、SNS に投稿したんだって。その投稿はなんて書いてあったの？ヘルソン州でドニプロ川西岸に展開していたロシア軍が次第に川まで追い詰められ州都ヘルソン市に迫る勢いを見せている中、中南部のザポリージャ州展開しているロシア軍にもパニックや恐怖が伝播している可能性があるとして、敗北の予感はザポリージャ原発があるエネルホダルにも及んでいると主張しているとなっていたよ。そして、19日から20日にかけて、エネルホダル市内でロシア軍人らが駐留している地区から、これまでにロシア兵が略奪した品の運び出しが始まっていることにも触れていて、市内にあるホテルではロシア兵によって大規模な略奪が行われていて、ロシア兵士たちは宿泊室にあるテレビや冷蔵庫、家具、夜間など備品や家具と呼べるものをできる限り全てを奪い、乗り付けてきたバスやトラックに積み込んで運び出しているらしいな。エネルホダルは、ヘルソン州においてウクライナ軍が到達したとされている、水力発電所とドニプロ川を渡る橋があるノバカホフカからは、ドニプロ川東岸沿い 220km ほど離れているんだって。しかし、19日にはウクライナ軍がドニプロ川の対岸にあるニーコポリ付近から、ゴムボートなどで渡河上陸して原発を奪還しようとして阻止されるなど、ザポリージャ原発に対するウクライナ軍のアクションが高まっていることもあり、ヘルソン市が奪還された後はウクライナ軍の目標になると見たロシア軍が退却を見越し、プーチン大統領が発した戒厳令を隠れ蓑とする略奪が、事実上許容されているのではないかとの見方が広がっているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。